何にしようかな。あんまりイベント名というか企画名決めてないんですが、じゃあ決めました。普通にときめきゲーム3連発開始します。はい、皆さん拍手。はい、というわけで、はい、僕がいつもこういういろいろなカードを用意して、まあ皆さんにいろいろやってもらうという企画なんですが、ルールを説明します。ここにお題が3つ書いておりまして、これからこの3人に、まあ、誰かに引いてもらって、その出たお題のときめきゲームを皆さんと一緒にやっていただきたいと思います。それではですね、じゃあ誰からカード引きますか。はい、それでは、はい、それでは、あれ、それでいいの、あれ、早いな、まあいい。というわけで、マジ告白というのが出ましたので、これからこの3人に、マジ告白ゲームを皆さんと一緒にやっていただきたいと思うんですが、はい、これからですね、この3人が、まあ、このイベントが決まった1ヶ月以上前から渾身の女の子の告白シーンを考えていただきました。そしてその相手役は皆さんのうちの誰かです。ぜひ告白されたいという方、挙手をお願いします。あ、一番早い、じゃあ黄色い女の子登場してください。はい、前へ前へ。ちなみにじゃあ名前とか言っても平気ですか。はい、みずきちゃん。みずきちゃんはじゃあ普段は何をやってるんですか。学校ですか。何生ですか。高校生です。高校生、高校何年生。3年生です。3年生。ちなみにどこから。今日は、今日は足立区です。足立区、まあ近くからということで、足立区から来たみずきちゃん、高校3年生。はい、ではこちらにみずきちゃんには座ってもらいましょう。それでは、あ、トップバッター光るんですか。もうこのまま始まっちゃっていいんですか。いきなりスタートですか。設定はとか大丈夫ですか。設定は、じゃあ僕の部屋。僕の部屋。ちなみに今僕の部屋って聞こえました。あ、聞こえてるのかな。聞こえなかった人いますか、今の光の声。あ、後ろ聞こえてない、ちょっとだけ声を張りましょう、もう少し。はい、というわけでバタバタお待たせいたしました。それでは光るんのマジ告白シーンまで3秒です。3秒前です。3、2、1、どうぞ。ずっと前から言いたいことがありました。聞いてくれますか。好きです。付き合ってください。1ヶ月前から考えてそれだけですか。まあ分かりました。じゃあちょっと順々に。あ、マジか。今のをちょっと覚えておいてくださいね。じゃあ次、はい、それではヤスが繰り広げます。渾身の告白まで3秒前です。3、2、1。今日は呼んじゃってごめんなさい。今日はちょっと言いたいことがあって呼びました。ちょっと立ってもらっていいですか。実はですね、本気で好きでした。付き合ってください。あれ、本気で付き合うことになるんですか、これは。いや、こういう、あ、はい、はい、終了です。はい、はい、ありがとうございます。すごい。はい、それでは、これはメガネの時だけ、メガネじゃないや、告白の時だけメガネなんですか。真面目に行こうかな。なるほど。なるほど、真面目さはアピールですか。やっぱり真面目な方がいいかなと思って。はい。なるほど。
シャツもインにして。はいはい、はい、ちなみにあれですか、もう始めて大丈夫ですか。はい大丈夫ですか。はいはい、それでは、はい、タッキュンのマジコカークまで3秒前です。3、2、1、どうぞ。すいません、ちょっとお待たせしてしまいました。ちょっといいですかね。まあ今日はですね、真面目な話をしたいということでね、お呼びしたんですけれども、まあそうですね、今日をその記念日という形にしたいといいますか、まあ単刀直入に言いますと、まあ、僕とお付き合いしていただけないかなみたいなお話なんです。はい、あ、ちょ、お願いします。ありがとうございました。皆さん拍手。じゃあ今回一番お付き合いしてもいいかなと思った方、一人だけ、その人の前に行って、じゃあまああれにしようか、分かりやすいように、さっきのお願いします、そうお願いしますで、ね、待っていてください、目つぶっててください。はい、で選んでいただければと思います。それでは選んでください、どうぞ。これなんか音楽が流れればよかったな、なんかじゃーみたいなね。じゃあもういいですよ。おお、光るん。ちなみに光るんを選ばれた理由は何ですか。素直に言ってくれたから。素直に言ってくれた、なるほど。ああいうわざわざ真面目さを演出したりとか、ああいうのはダメってことですね。なるほど、ありがとうございます。それでは水木ちゃん、ありがとうございます、戻っていただいて。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こんな感じで、そうですね、リハーサルがないとやっぱりこんなにぐだるんだなっていうのを改めて実感いたしましたが、めげずに次のゲームをやっていきたいと思います。今これが抜いたんで、じゃあこうですね、次引く方は、はい、おー、肘で挙手。じゃあじゃあこれは俺の願望が含まれている。そっちでいいの？そっちでいいの？じゃあそっちで。はい、というわけで、はい、お姫様抱っこですね。はい、というわけで、この3人に皆さんの中からまあ1人だけお姫様抱っこをしてもらおうと思いますので、まあ抱っこされてもいいかなーっていう方、挙手お願いします。あれ、1人だけ？じゃあもうマジで前に来てください。あれ、いませんか？まあマジで来ちゃいました。もうただ単にもう黙って目をつぶってれば大丈夫ですので、ぜひぜひ。はい、恨んでやるが出た。はい、というわけで、じゃあなんかはい、まあお名前を。玉木です。はい、玉木ちゃんは普段何をやってるんですか。専門生。なるほど。ちなみに、あ、まあそれを聞くのはやめましょうね。お姫様抱っこはされたことありますか。一回だけ。えっ、じゃあ、彼氏とかじゃなく、うん、なんか彼氏じゃない男の子にお姫様抱っこされたと。はい、というわけで、じゃあ今回は2回目、3回目、4回目を一気に体験していただきますので、はい、じゃあ抱きかかえたところで何か一言言っていただきたいので、その際は僕がマイクをこう差し出しますので。はい、じゃあガクガクする。はい、もうそのガクガクが緊張のガクガクからときめきのガクガクに変わりますので、前の方に来ていただいて、もうこっからヒカルンがエスコートですよ。はい、じゃあ始めてください。じゃあいいですか。重いですよ。
そっか。今何が起きたの？あ、パンツが見える現象？見えましたか？そうですよ、優しさですよ、そこが。下が見えますよ。当然ですね。はい。ごめんね、あ、止めた、止まった。さらに重くなってた。幸せですか？幸せ。はい。はい。もういいです。もういいです。もういいです。OK です。OK です。はい。はい、というわけで、じゃあヒカルンは一度、じゃあ次2番バッター誰ですか？はい、まあヤスはこのために筋トレをしてきたということなので、はい、渾身のじゃあお姫様抱っこを見せてください。じゃあ失礼いたします。うわー、安定してる。これからもよろしくね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、OK です。はい、というわけでグダグダしてみますが、まあ、じゃあ最後にいつも大トリを飾るたまたまですか？準備はいいですか？はい、はい、それではじゃあ最後タッキュンのお姫様抱っこを見せてください。どうぞ。怖い。大丈夫、落とさない。ギャグギャグなんですね。はい、え、あ、お嬢様、お姫様抱っこのご加減はいかがでしょうか？ね、待って、怖い。ちなみに、今のはどういう設定ですか？いや、 やっぱそのお姫様抱っこといったらお姫様とか、はい、あの執事が持つお嬢様のイメージだったので、はい、しました。なるほど、はい、今回あれですね、いろいろ考えてきたのはタッキュンですね。じゃあ怒っている玉木ちゃんには、怒ってないには一度じゃあ舞台に降りていただきましょう。玉木ちゃん、ありがとうございます。では最後こちらですね。あれ引いてないの誰だ？別に誰が引いても もはやいいんですが、じゃあ、はい、というわけでこちらですね、ポッキーゲームです。はい、というわけでこの3人とポッキーゲームをしてもいいかなという方、挙手お願いします。あ、じゃあもう一番早かった。はい、じゃあ前に来てください。ちなみにですね、今回僕が来る途中の上野毛駅周辺で夏限定の、夏季限定のココナッツポッキーを買ってきました。食べたことある人？おお、一人だけ。え、これどうでしたか？美味しかった。というわけで美味しいポッキーを用意したので、もうポッキーゲームというのは基本的に概念はないです。自由です。今回勇気を持って、しかもすぐに手を出していただいたリッキー。ちなみにリッキーちゃんはなんですぐ手を挙げたんですか？本当は最初から手を挙げようと思ってたんですけど、最初は勇気なくて、次はあの重さ的に無理だなと思ったので。なるほど、今回は私の出番だと。はい、わかりました。それではリッキーちゃんにはじゃあこちらに来ていただいて、それではタッキュンとリッキーによる
ポッキーゲーム1回戦ガーン。はい、やばいな、これはこれはやばいな。いや、まだ残ってるよ。いや、まだまだ全然5センチぐらいあるじゃん。あれ、まだ2センチぐらいあるよ。あと1回ぐらいいけるね、これね。おー、というわけで初心者卓球ありがとうございます。はい、皆さんも拍手。どうでしたか、初ポッキーゲームの感想は。いや、ちょっと自分からなかなかいけなかったですね。ちょっと恥ずかしいです。なるほど。え、じゃあその反省を生かして次は自分から行きたいっていうことですか。え、あ、じゃあ、はい。おお、というわけで、じゃあタッキュンの自分から行くポッキーゲームを。え、大ニュースもん。あ、もちろんあります、あります。そうなんですよ、もう僕あのポッキー食べないんで、ぜひ今日中に使いたいっていう。ではポッキーゲーム2回戦いきましょう。はい、はい、それではじゃあリッキーには加えてもらって、じゃあ攻めるタッキュンのポッキーゲーム2回戦どうぞ。やばいな。はい、皆さん拍手。はい、というわけでじゃあタッキュン再びマイクを持っていただいて、どうでしたか、攻めたポッキーゲームは。うん、さっきいっぱいちょっとポッキー食べてなかったんで、はい、美味しいです。なるほど。じゃあ攻めた方が美味しいってことでね、はい、皆さんも、はい、ぜひぜひそれを参考にしていただいて、じゃあ次は誰ですか。次僕です。はい、じゃあヒカルン、ポッキーゲーム。すげえ緊張すんだよね。はい、じゃあ好きなポッキー選んでください。3本あるんだよね。あ、いいですよ。じゃあいきなり3本でやりたいということなので、はい、じゃあリッキーに加えてもらって、はい、それではヒカルン準備はいいですか。それではヒカルンのポッキーゲーム1回戦スタート。お、まだ残ってる。攻める。まだ残ってるね、2本。え、どんくらい。いや、結構残ってる、まだすげえ残ってる。余裕余裕。まだ残ってるよ、全然。というわけで、はい、ヒカルンのポッキーゲームでした。皆さん拍手。ちなみにヒカルン、ポッキーゲームの経験はございますか、今まで。ない、多分ないですね。ないですか。じゃあ初めてやってみてどうでしたか。いや、なんか顔が認証で、なんだっけ、認識できない。近すぎて。あ、近すぎて。なんかすごかったですね。なんかすごかった。じゃあ、あれですね、近くでも顔が認識できるようにもう一回やっていただきましょう。今度は ぜひ認識してください。今回は何本でいきますか。もう一本でいいですか。一本でいいですか。はい、あとヤスが全部。いや、待ってください。じゃあそれで、俺一本でいいから。はい、それでは次は顔を認識するためのポッキーゲーム2回戦です。それではスタート。
まだ残ってますね。限界に挑戦しましょう。はい、ありがとうございます。はい、ヒカル、ちょっとじゃあマイクを持って。やばいこれ。ちなみにこの2回目のポッキーゲームの目的覚えてますか？はい、顔が認識、はい、認識できましたか？バッチリです。バッチリですか？じゃあバッチリということなので、じゃあヒカルのポッキーゲームは終了したいと思います。皆さん拍手。はい、それもう3回目は何が起こるんだろうってみんな期待してますからね。ハードル上がってますよ。初めてですよね。まあ初めてですよね。みんな初めてですから。みんな初めてです。いや、ちょっとやばい本当に。ちなみにヤスはポッキーゲーム今までしたいと思ったことありますか？いや、ないです。ないですか？はい。え、したくないですか？いや、行きましょう。はい。というわけで、ヤスのポッキーゲームスタンバイ OK ですか？緊張する。じゃあもう、リッキーちゃん、前前前前中央に来てください。それでは、ヤスのポッキーゲーム1回戦スタート。おお、結構残しましたね。結構残した。うん、まだあと3回ぐらい食いつける。何人逃げようとしてんの？3回は唇逃げてたよね。大丈夫大丈夫、全然全然減ってません。全然減ってません。ヤスが面白いでしょ。隠れてる。おお、なんか今の感じだともう一回今のいけるね。いやいや、え、なんで？分かった。何がいけないかというと、あれなんだよね。それ食べちゃっていいよ。そう、でこ、いや、それ食べちゃっていいよ。これね、リッキーが待ってなきゃいけないんだよね。そう、ポッキーゲームのね、ルールをようやく、ルールというか醍醐味がようやく理解できてきました。はい。これ、ヤスがどこまでいけるかという挑戦なんですよ、これは。ポッキーゲームは。すごい触れてるんですけど。はい、それでは。まあ、これはチキンかチキンかじゃないか、どうですかね。そうです、一番理想は、触れてないのに触れたと見せ、れるように、みんながうわー触れたーって言いながらも触れてないのは気づいて知ってるのは本人たちのみっていう。はい。それは違う、それは違う。それではヤスのポッキーゲーム2回戦どうぞ。じゃあいきます。グリグリグリ。うわー、おーおー、まだまだ余裕、まだまだいける。今の感じだったらまだいけるね。あと2回ぐらいいけるよ。おお、ほら慣れてきたでしょ。もう一回行こう、もう一回行ってみようよ。もう一回行ってみよう、もう一回行ってみよう。いや、売れるか売れないか本当にギリギリでした。ギリギリですよ、ギリギリです。じゃああと3回ぐらいで。じゃあ まず1回行ってみよう。まだいけるよね、多分。まだいけるよね。ほら見てる人がそう思ってるもん。覚えてろよ。おお、まだいけそう、そっちから見て。あ、まあまだいけるって。待って。でもほとんどもうついてるよ。いや、じゃあラスト1。ラス1。いいね、こっちから見るともうキスしてるとしか見えないからね。はい、というわけでリッキーありがとうございます。すげえやん。ちょっと一言感想を。まあ友達とよくポッキーゲームをやってるということだったんですが、友達とやってるポッキーゲームと何か違いましたか？友達とはこうなんか加えてパッパッパッって言ってうわーって終わってたんですけど、なんかすごいなんかゆっくりだったし、すごい逆にドキドキしました。おお、なるほど。じゃあ、ちなみに普段男の子とやったことあります？ないです。
なるほどね。じゃあ男との初ポッキーゲームまあこれからあるかどうかあれですけれども今日のぜひ参考にしてこれから男の子といっぱいポッキーゲームをしていただければと思います。はい、ありがとうございます。一人ずつどうでしたかポッキーゲーム今回やってみて。タッキュン、いやでも恥ずかしかったですけど、はい、なんか、思ったほどではなかったです。なるほど、はい、まだまだいけると。あ、いや、まあでも、まあ、楽しいんだかなみたいな。なるほどね。もうお腹いっぱいかなみたいな。なるほどなるほど。まあそういうことで、じゃあヒカルン、改めてポッキーゲームの感想ございますか。やっぱパーティーじゃないか、なんだっけ、そういう集まりの時にやるゲームだなって思いましたね。やっぱ楽しいですね。楽しいですか。はい、じゃあヤス何かありますか。緊張しかしなかったです。緊張しか、え、どういうところが緊張するの。いやもうあの触れるか触れないかのもうやばいちょっと緊張しました。なるほど、はい、触れるか触れない、ちょっともうやばいっす汗。女の子だから緊張するの。そうですね。なるほど、はい、だったらじゃあ最後ファイタータッキュンと、なんで俺が男だったら緊張しないやつで、はい、限界まで。いや、ポッキーまだこういっぱい余ってるんで。こっちは違うよ、こっちは違うよ。じゃあどっちがいい。あ、ジャンケンで決めない。なんで俺が。じゃあ、ヤスが僕決定っすか。したい方と。じゃんけんで決めましょう。あ、じゃあジャンケンしてもらって。吉田さんで。あ、吉田さん、あ、いいっすね。俺は全然いいよ。俺が今回参加しなかったのは、俺が出たら全員俺キスしちゃうんですよ、本当に。はい、だからこうあまり面白くないんでね。はい、じゃんけんぽい。よしよしって呼んだよ。はい、ではあ、おお、ちなみにまあ何本でもいいですよ。じゃあ1本でいきますか。攻めるか。はい、はい、じゃあヤスとタッキュンのポッキーチュー始まります。チュー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 、やだやだあのさ、それはひどい。それはひどい。考えてね。はい、それではヤスとタッキュンのポッキーチューまで5秒前です。5、4、3、2、1。うまい。おあれファイターなんじゃないの。あ、よし、よし。ああ、終わった。あら、これはじゃあタッキンが攻める番ですね。もう一回ですか。じゃあヤスに加えてもらって。いやー、はい、はい、ここでもう僕をはじめみんなが期待していることはただ一つだけです。落ち着け、落ち着こ。はい、それではタッキュンからのポッキーをフェイクとしたメンズラブ、どうぞ。回避すると頑張って、頑張れ頑張って、はい、頑張る。どうせ。おお、残したね。ほら、やつ待ってるよ。あれ？出して出して。ほら、ヒカルが言ってるよ。どういうこと？出して出して。あ、タイム。タイム？じゃあもう一本ですか。じゃあ、あの、これ持ち帰るの嫌なんで。なんで俺あれ、光るん？もうちょっと、もうそろそろ交代してもいいかな。じゃあ、わかりました。大好き同士でちょっとやった方がいいんじゃないかな。一番仲いいのはコッシー。コッシーコッシー。うん、コッシー。コッシーですね。じゃあ、最後に光るんとコッシーで
え、俺え、誰だ、コッシー、コッシー、あ、俺コッシーですか、コッシーです、はい、どうも、どっちで行きたいですか、どっちで行きたい、やりたいですか、やられたいですか、コッシーはやっぱやられたい人だよ、きっと勝手に気をつけてんの、わかんないけど、はい、じゃあ、役者として、あるいは脚本家として、はい、それでは光るんのポッキーチューどうぞ。チューの笑い方よ。いや、うまく残しましたね。じゃあこれが本当に最後です。え、これはい、それではどうぞ。まだ残してますね、うまくね。いや、もう残ってる限り、終わった瞬間残ってる限り続きます。はい、それではこれが最後です、どうぞ。あれ、まだ残ってる。うわぁ、待って、鼻息が。だって、鼻呼吸じゃないと生きとる。うん。はい、というわけでポッキーゲーム終了でございます。はい、というわけでポッキーが何本か残ったので、あとでまあこれは持ち帰ってください。はい、というわけでチャンレイのプリクラはとっくに終わっていたので、じゃあチャンレイはこっちに来て、次はそうですね、ヒカルンプリクラ、ヒカルンとプリクラ撮りたい人はなんと H ですね、 H の方、ヒカルンが後ろに行きますので、その後についていただいて、まあ、プリクラを撮っていただければと思います。それではヒカルン後ろの方に、そして前ではですね、基本的にプリクラに、まあ、まずプリクラで移動する方を待ちましょう。はい、それではヒカルンとプリクラの人後ろに行ってください。はい、もういないですか、大丈夫ですか。はい、じゃあ基本的にちょっと皆さんこちらから一方的に話したり何かしてると、まあ、緊張する方、まあ、硬い方多いと思いますので、ここからは基本的にフリータイムでございます。まあプリクラは順次撮っていきますが、今、この3人、壇上に王おりますので座りたいと。なるほど。あ、いやいや、そういうことです。はい、基本的に、まあ、順次別に、まあ、この3人と話したい、ハグしたい、キスしたい、写真撮りたい、持って帰りたい、何でもいいですので、ぜひ、はい、順次皆さん立っていただいて交流タイムにしたいと思います。それではどうぞ、皆さん立っていただいて自由にやっていただきたいと思います。すげえ緊張した。ちなみにポッキーゲームをあえてやりたい人まだ4つぐらいありますので、それはご自由に大丈夫ですね。